おはようございますということでね、今時刻は午前3時半でございます。はい、今日の企画はですね、エギング日記っていうことでね、早速釣り場の方にやってきてるわけなんですけれども、このエギング日記っていう企画はですね、すでに日記に書かれているミッションを、クリアしていくっていう企画なんですけれども、編集してるリルレさんとかね、実際にやったマー君からこの企画ぬるくねということでルールが追加されたわけなんですけれども、そのルールがですね、1つ目、日記を渡されて1週間のうちにミッションをクリアしないといけないっていうことですね。で、2つ目、釣り場に行ってミッションをできなかった場合、その都度罰ゲーム。もう普通に釣りさせてもらえんくなっとるやん。あの平和だった和気あいあいと釣りだけしてたリルレーチームはどこに行ったの。今回ね、日記に書かれてたことがですね、オリジナルカラーでイカを釣ったっていうことなんですけれどもね。自分エギ創作するんですけれども、リペアだったり一から作ったり、私が作ったエギをまず簡単にね紹介していこうと思うんですけれども、まずね、一押し、これは完全オリジナルエギなんですけど、中島さんのボディ、ラトル入りのボディに、リルレっていう風にね書いてるんですよね。見えるかな、リルレって書いて、でここに網網の塗装を緑でねしてる液でございます。これ 3.55 ですね。こいつが自分のメイン液になるのかな、今日の兆候のね。で、2つ目、ムラムラチェリーの塗装を履いて、またムラムラチェリーのような塗装にしております。これ杉っていうのかな、そんな感じでいいんではないかということで作っております。で、次にデュエルのダートマスターの足がねもげちゃったんですよね。それの足を全部剥いで羽に変えて頭をブルーにしております。魔女クロスってやつ、このね2,4,6 本で今日はしっかりね釣っていこうかなと思います。それでは早速やっていく。はい、釣り場到着しました。最初ね、1投目、オリジナルエギのこれでしょう。こいつをちょっと使っていこうと思います。つけるとね、リルレって書いてあるんですけどね、こんな感じですね。スケスケやっていきます。2023年9月3日中潮5時56分日の出、現在4時30分、朝間染めのタイミングに回遊するアオリイカを狙ったエギング兆候。夏イカ終わりの秋イカぐらいで、4,500 ぐらいターゲットにねやっていこうと思ってるんで、結構ビシバシめなアクションでやろうかなと思ってるんですけどね。やば、塩でこんな行くん、イカが持ってったかと思って、右左がすごいテンポで色変わってる。これ釣れる日のパターンだな、これね。今ね、実はね潮止まり付近なんですよね。上げ始め動きたてぐらいな感じですね。あと1時間ぐらいで朝なんな。ちょっとね、大幅にポイント移動してきました。今回使うのはですね、エギオ K のシャロー、リメイクした商品ですね。一回布剥がしてムラチェっぽくして、後ろファイヤーパターンにしております。好きなんですよね、ファイヤーパターンね。熱い、わ、塩効いてる、いいね。あ、うん、いいね、そんくらい。よし、来てるやん。はい、カニさん捕まえたい、捕まえていきたい。ガサミじゃね。はっ、早い早い。見て、もう朝日が昇ってきちゃって、朝日昇る前に一匹は釣っときたかった。実はやばいな、やばいやばい、時間ってあっという間に過ぎちゃう。いや、やばいぞ、やるぞこれ、罰ゲーム食っぞこれ。はい、ポイント移動してきました。朝まずめしっかりほけてます。結構こたえてる。いるやつをサクッと活性高いやつ狙っていきたいんで、オリジナルのエギ
ミルレグリーンで。やっぱりオリジナル駅ダメなんだ。ダメかも。場所移動6カ所目です。2023年9月3日中潮、10時満潮、現在9時10分。満潮潮止まり前の潮の動きを狙ってエギング調校。でした。いやー、ほんとマジで疲れた。渋い、暑い。そしてでね、水温も暑いんですよ。回収したエギコちょっと触ってみると、もうだいぶエギが温まってて、これもきついぞというところで、まあこのエギオスね、オリジナルカラー、元はねムラムラチェリーだったものを、まあハイでオリジナルで塗装したものでございます。まあ、これでね、なんとかミッション達成できたかなと思います。次の人にミッションを渡していこうかなと思います。次の人にはすごいの、すごいミッションあげちゃうぞ。さあ、次の人は誰になるのか、こう、ご期待。それでは、少しでもいいなと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。またね。Mm-hmm.